渋谷事変が来週から鬱展開しかなくて耐えれる気がしないみんなの反応集。この動画には本編のネタバレが多数含まれます。本誌の情報が含まれますのでご注意ください。それではどうぞ。渋谷事変かなり進んできて結構終わりに近づいてるけど、この先の鬱展開を知ってしまってるから見るのが怖い。しかも無駄に作画がいいから余計怖い。今の渋谷事変の作画クオリティは異常だからな。演出が不安なところだけど、それを差し引いたとしても視聴者のトラウマに残るのは間違いないんだよな。どれだけの人が作者を呪霊と再認識するのかが今から楽しみで仕方ない。ツイッターとかのトレンドがいろんな絶望で埋まるのを楽しみにしています。まあ鬱展開で言うと、もう来週再来週に差し迫ってる7人の死亡シーンでしょ。正直ここまで早いペースで進んでくるとは思わなかったからショックがでかすぎる。7人の集合はちょっと迫力が個人的には足りなくて、なんか違うなと思ってしまったけど、あとは頼みますの言い方は絶対優しい言い方だろし、想像を超えてくるだろうから本当に楽しみ。マジで呪術廻戦の声優さんは本当に素晴らしい人が多いから、演技力に演出や作画が追いついた時にとんでもない完成度と感動を生み出してくれると思う。今週とかまさにそうだった。正直見たいと言ったら見たいけど、見たくないと言ったら見たくないんだけどさ。7人が弾け飛ぶとこって結構がっつり映しちゃう感じなんでしょうかね。ミニ7の死亡シーンが原作通りに放送されれば、多分7人のとこもそのまま放送するんだろうなって思ってたけど、まあ見事に普通に放送されたし、おそらく。呪術廻戦は割と規制が薄いようなイメージがあるんだよな。割とグロいシーンも平気で放送してくれるし、多分7人のところも規制入らなさそうだわ。ボロボロの7人が頑張って戦ってるところで多分うるうるして泣きそうになってるだろうし、その後の灰原くん登場で涙腺結界する気しかしない。灰原が板取りを指さすところもマジで泣けるよなぁ。伊地知さんが刺されて倒れてるところで一瞬灰原の顔は言ってきてたよな。あれもなかなかきつかった。本当に一瞬だけど入ってきてたよね。えぐい後は頼みますに繋がる流れも、灰原くんの指さした先に板取りがいるのも全部号泣する気しかしない。7人が板取りにかけた呪いが渋谷事変の終盤でちゃんと板取りの力になってるのがわかる描写多くて、ほんともう泣けるんだよな。7人の死亡シーンもなかなか強烈だったけど、個人的には国先のとこが一番メンタル死にそうだな。悪くなかった。我慢精神壊しに来てる。目の前で7人も国先も真人に殺されてるのか。そんな状態の中でよく戦ったわマジで、すげえ。その週だけ見るのやめたいくらい見るの怖い。見るけど、国先が最後までちゃんと自分を貫いて自分の死を受け入れて悪くなかったって言えるのが本当に素敵だと思う。そんな生き方がしたいなって思えた。国先死ぬところに関してはオープニングの段階で固め抑えてるのを結構長い時間アップで見せてきて、マジで制作陣が呪霊すぎて絶望したな。あれはマジで最初に見た時やめてくれー、やめろーって思わず叫んでしまった。パパグロは隠されてたし、7人ですら情報ないのに野原だけ、ひどすぎるよ。7人とか国先の部分はもう鬱になるって分かりきってる。そんなことよりもあまり大きくピックアップされないところをチョイスしたい。やっぱメカ丸と三輪だわ。そういや二人の死に気を取られてたけど、メカ丸のとこもあったんか。ここのミワちゃんの泣き顔とかはテレビでぜひとも見たいな。メカ丸の優しい告白も聞きたい。メカ丸が不器用なりにちゃんと被害が出ないように京都校の人間を渋谷に来れないようにしてたのも、最後にミワちゃんにちゃんと告白するのもエモすぎて号泣する。おそらく来週来るであろう。シゲモの死亡も含めて、板取りが正気に戻ってからゲロ吐いて死ねよって言いながら叫び散らかすところが早く見たくて仕方ない。板取りが行かなきゃって真顔になって目が死ぬのもめちゃくちゃいいもんな。来週そこまで行って再来週が7人死亡か。
もう休めないね。競争にやられた時の虎杖の死に顔があまりにも良すぎて、この先の絶望顔はマジで楽しみで仕方ないんだよな。マッパさん、高クオリティでお願いします。結構原作改編が多いから微妙だけど、虎杖の釘先が死んだ後のこのなんかもう心が完全に折れたって感じの表情はどうかそのまま放送していただきたい。正直今までアニメは原作の補完って感じで文句もないし全部満足して見れてるんだけど、確かに原作とは違うカットで書かれてるとこ多いもんな。ここはこのままがいいわ。うつ展開もいいけど、来週クルマコラの登場シーンはもうありえない。盛りまくってほしいなと思う。スクナとの戦闘も含めて楽しみだわ。マコラさん、今週足だけ登場してたけど足だけであの存在感だからな。来週全部出て法人回転とかされたらもうたまらんすぎてテレビ壊してまうかもしれん。来週から作画戻っちゃうのかな。今週の作画マジで過去一好きだったから正直もったいないなと思う。この先もあのニュアンスで続けてほしいな。他の部分は正直今までのまんまでもいいんだけど、戦闘シーンはアニメーターが過労死しそうだけど、今週のクオリティを来週も出してくれたら嬉しい。正直戦闘シーン以外であれやられても線はガタガタで見にくいだけだから、マヒト戦のみでそれ以外はこれまで同様に戻してくれたらいいと思う。虎杖の心が折れかかったところで来る東堂の登場が本当に見たいし、花見戦の再来でこの二人でマヒトと戦うのが見たくて仕方がないんだ本当に。祇園精舎の鐘の声で登場するの控えめに言って格好良すぎるからマジで早く見たいけど、ここが見れてるってことは鬱展開を一通り超えた後って思うと見れてる気がしない。鬱展開とはちょっと違うかもしれないけど、お兄ちゃんが早く見たいどけ、お兄ちゃんだぞと全力でお兄ちゃんを遂行するが見れるのが楽しみすぎる。つくもの再登場は森に持ってほしいな。空からガルダと一緒に降ってくるの絶対かっこいいし、登場のセリフとしてどんな女がタイプか聞くのかっこよすぎる。渋谷事変公開前の PV の部分が今週全部できったよね。渋谷事変どこまで行くんだろう問題が PV で解決されたと思ってたのに、意外と前半しかなかったっていう。ミワちゃんの新影も下等のとこかと思ったらクソ序盤で出てきたし、オープニングでナマズがあったから最後まで行くのは確定だけど、二段来てほしいよな。フーザの部分とかもそうだったけど、PV の作画とか演出がそのまま本編に使われてたのが驚いた。やっぱかなり前から制作が完了してるみたいな状態なんだろうな。すごいわ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。